皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。今回ですね、久々にあることやります。久々に最近ねちょっとトロール触ったんですよ。で久々にトロール使ったんですけど、トロールといえばあれですよねというわけで、まあ、ウサゴンさんがねよくやってましたね、トロール UFO やっていきます。ウサゴンさんね、最近もねマルチの動画とかね、いろんな企画動画をねちらほら上げてるんですけど、なんかね、あ待って、これクレフラも回収できるんだけどそう、なんかねソロリーグ全然やってないっぽいんですよね。さてと、牙、まあ、牙は見れる、大型が両方とも取れて削れる。これなんとかキラー B で牙邪魔したいな。ああいいっすね、麻痺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 、 OK、 まあとりあえず倒したからよしとしましょうか。そしてこっから、うーん、メタドラかな、ちょっと前目に置きます。これ前目に置いてることによって OK、 やばいだろそれ、はいはいはい、ドーン回収、倒して削って砦も狙いにくい。さあ出てきましたが、そこは大丈夫、サイクルガール、サイクルガールでビーム、トロールも置いて、しっかり倒して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 、こうクレフラ置いてあげて、しっかりブロックして完璧なんじゃないでしょうか。というわけでね、トロール UFO をしたかったんですけど、 UFO を使った回数が1回、まあなんか大型の流れが完璧だったな。というわけで完全勝利ありがとうございます。はい、続いて頑張っていきましょう。トロール UFO ね、トロール UFO もめちゃめちゃ面白いんだけど、今ねクレフラーも引きましたけど、クレフラ UFO も面白いんですよ。どっちもやりたい正直ね。でしかもクレフラー今期キャラ強 P グランプリやってるんですよ。なんでねソロリーグやるときにクレイジーフラワーと UFO の組み合わせもね多分やることが、まあ、やるときが来るんじゃないかなとは思っております。トロールとの相性はいいんだけど、チビドラトロールとなるとキャラ数が気になっちゃうんで回しましょうか。まあもう一回ここから妥協いきますか。キャラ数やばいっすね。そして倍率で、ここだけの話、実はあのトロールのポイントは終了ポイントが500なんで、はい、終わってしまう可能性がありますね。3戦ぐらいで勝てればだけど、さあどうかな、取れない、これナイス。これさ考えるさ切ってさ、考えるさ切ってさ、それはさやべえやつじゃん。いやキャラいいんだけど、マジか。あでもトロール十分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 待ってる。あコミノ行こう、さすがにコミノが、本当はこれ UFO で持ち上げてほしかった。守んなきゃいけない、無理やりで、ここ取りで全部取って、こうやってもう一回スキルってもらって、フォアが倒してもろって OK、 素晴らしい。あトロールやめちゃったな、まあしょうがない。さあここ持ち上げてもらって、こうカンガルーが地味に嫌な仕事をね、嫌なことをねやってくれればいいんだけど、さあ持ち上げて欲しいがいかがですか。ここはもう UFO でカバーしに行く流れ、トロール UFO ねできなかったけど、トロールがめちゃめちゃ強くて、なんか相手のキャラを粉砕してくれましたね。で、ワイケットシーがなんか事故なのか育ってないっぽいんでラッキーかな。というわけで完勝いけるっすね、これは。いやトロールがマジ優秀だった。おなら2連発して両方ボーグダウン入れて、ゴブレムも倒したし、
フォアがもう瀕死に、まあ、瀕死がまあボケ弾入れてくれたんで見逃れ倒したし、素晴らしい。はい、3戦目やっていきます。3戦目、倍率が来てしまうと勝った場合終わってしまう。ドロール UFO、 ちょっとねまだね UFO でね回収した回数が少ないんですよね。もっとがっつり回収したいんですけど、なんかドロールが飛んでくれて、でも十分な活躍をしていて回収する必要がなかったりとか、回収できないところまで飛んでいってしまったりとかしてるんで、悪いことじゃないんですけどね。ただ UFO である必要性が果たしてあったのかっていうのが気になりますが、いきましょうか。あ、倍率来ましたね。落城勝利100もらえるっけってなると、落城勝利以上で終わっちゃうな。まあ勝ちに行きます。頑張って狙ってみます。まあ、開幕トロール切ってもいいんだけどね。さあ、アマゾネスでここもトロールいっちゃっていいんじゃね、こういう時にさ。で UFO 回収、いいよいいよいいよ。トロールめっちゃ飛ぶじゃん。でこれコスト負けしてる気がする。トロール飛ばし負けってどうなんこれ、飛べば飛ぶほどコスト負けしてる気がするんだけど、どうなんでしょうか。とりあえず第一切りやってることは分かった。ほいスパン、スパンで、ですが上じゃなくて下に行ってほしいんだけど、これちょっとこのままだな。このまま行かして こっち来るの待ってフォアが行くしかない。でこの位置からここトロール切ってあげて、飛んでフォアガの前行って、フォアガの前でも飛んで倒す。素晴らしい。フォアガほぼ無傷で、ハーピーもやっておしまい。行ったっすね。だからトロール UFO 回収しまくったけど、多分いやほぼ間違いなく回収する意味はない。多分ほぼ間違いなく回収する意味ないっすね。おならでワンパンしてないし、回収したとこでまだ飛べる回数残ってるのにマジでもったいない、そんな気がする。体力マックスだしな。はい、というわけであまりにもトロールを回収する意味がなかった気がしたんで、トロールではなくクレフラ UFO にしました。最後だけね。いやもうトロールもう一戦やっても別にいいんだけど、トロールの動画を撮ろうと思ったんですよ。トロールの動画を最初はね撮ろうかと思ったんですよ。でもなんか UFO である意味がないなってことに気づいてしまって、でもここまでやったし、あーじゃあね戻るかというわけでやっていきましょう。クレフラ UFO っすね。みんな大好きクレイジーフラワー。クレイジーフラワーは UFO との相性が全ての4個する中で多分一番高いんじゃないかな。まあ、チビドラといい勝負かな。で、鬼に行こう。さあ、出しましょう。あー、打ってこず。ちょっともったいないことしたかな。さあ、ここね。弾いてもろて。で、これによって多分欲しくなるんですけど、これ一回壊してもらって、で、あ、スキルスか。で、スキルスならば、ここで回収。OK。これとりあえずね、UFO 落とせるんで、UFO じゃない、やつは落とせるんで、まあ問題なしでしょうと。まあしょうがない。で、鬼子ちょっと削らなきゃいけないんですよね。鬼子削らないと、ウルフなんで今回、タイガの札もう片方が。で、ここも倒して、これはまあまあ、やらせましょう。多分壊せるんで。で、ある程度、攻めなきゃいけない。チームメーターもいるっすからね、相手に。まだ鬼子とチームメーターしかできてない。なるほどね。
さあこれ食べれるかどうかちょっと様子見ようか。いや見なくていいな。あもう食べたわ。なるほどね。これ倒せるから倒すタイミングで決めがナイス完璧。決めがの差し込み方は完璧ですね。ただ問題はこの後このデスは見れるんですよ。全く問題ない。でここも別に問題なくてこの後っすね。まあこれから一回置くじゃん。倒してそうだよ。ここあ食うのねそれで。おにんこも終わってるんで加えてのね。あ食うのねそれ。じゃあ UFO 前行きましょう。あーこれミスったかな。今のもちょっともったいないですからね。あーまあでも大砲撃ってウサギ切れたんでいいか。大砲を撃つ位置予測してそこに UFO を出してあげたらコブリンが落ちたかもしれない。まあ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 安定はしてましたね。ナイス。はいというわけで皆さんご視聴ありがとうございました。トロール UFO やっていきました。まあ正直な話トロール UFO ソロではマジで意味ないと思います。固定する意味は絶対ないと思う。まあ裏でも別に効かなくていいんじゃないかな UFO って感じはするっすね。ただマルチは全然固定ありだと思う。ウサボさんのもよくやったけどマルチの場合ってキャラ数が多いじゃないですか。トロールのねおならがね結構いい感じに広がって当たってくるんですよね。たくさん当たる。だから UFO で回収することによって全然その分のね利点はあるし、しかもコストはかなり食っちゃうんですけど味方もはいいますんで味方の方に他の部分見てもらえればコスト的には問題なくて相手のキャラを破壊することはできると。はい。ただやっぱりどうしてもコストはマジで重いからコスト管理が難しい。マルチでもでソロに関しては多分マジでやる意味ないです。絶対弱いと思う。まあトロール見れるキャラいなかったらはまあ話があるかもしれないけど別にいないならいないで別に UFO しなくていいしいたら UFO だろうが死ぬしねって感じなんですよね。はい。まあ面白いキャラなんですけどねマルチ派かなこのキャラは。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。まあそうですねクレイジーフラワーの方がいいですね。はい。それではお疲れ様です。